演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで本日はこちら、コメダコーヒーに再びやってまいりました。本日のいただくのはまずこちらのモーニング2つというわけで、後からドリンクですね。こちらのジェリコというコーヒーゼリーですね。このジェリコ前から気になってたんですよね。なので今日は食べてみたいと思います。で、飲んでみたいと思います。まあそれはどちらもいいか。ではドリンク前にこちら、まずキコマチも来ました。3種類というのは美味しそうですね。ミルクやコーヒー、カフェオレなんかでも小豆が入ってるんですね。オイルの小豆って珍しいですね。それではこちらも合わせて、まずはモーニングのゆで卵からいただきたいと思います。ではいただきます。ゆで卵はやっぱり想像できる味ですね。そしてオムラトーストも小豆の甘さがいい。パンは相変わらず分厚いな。はい、続きまして、あちらジェリー、上に乗っているのはホイップクリームなんですよね。ソフトクリームは別にいいからね。そういうところもこちらで、はいただきます。ホイップクリームだとミルクとはまた違った良さがありますね。そしてゼリーは、うわぁ、これは大人の味わいだ。ゆで卵はやっぱりシンプルな味ですね。それだけ、卵の旨味は広がってきました。パンも相変わらず分厚くて食べ応えありましたね。そして油の方もすっきりとした甘さでしたね。そしてジェリコは、上の方に乗っているホイップクリームはシンプルで味がないのですが、それが逆にいい感じに下のコーヒーに溶け込んでいて、コーヒーゼリーと一緒に食べると苦味のあるコーヒーゼリーとともにホイップクリームのまろやかさが口の中に広がってきて美味しくて長くなってきました。コーヒーゼリーだとこういう風にミルクを入れるやつが多いのですが、そのミルクとはまた違った味わいがあってよかったですね。というわけでモーニングセットはどちらもこちらのテイスト、ジェリコはこちらのテイストです。で、このままあつき小町に行こうと思ったのですが、はい、こちら頼んでおいたグラタンとビーフシチューが来ましたので、先にこちらからいただきたいと思います。なんかパンでグラタンでシチューでいかにも洋風なのに海苔が乗っているというのは、どういう狙いがあるのかな。ちょっと和の様子もね、それがいいのか悪いのか分かりませんが、まあとりあえずそれは食べてみれば分かることですね。それではチーズのビーフシチュー、あ、熱くてモテません。ビーフシチュー、これは苦戦するな。見せられなくてごめんなさい。では続きましてはグラタン。ちょっと冷めたおかげで持てるようになりました。こちらは濃厚ですね。そして食感もいい。はい、ラストは小豆小町。ラストに小豆入りのコーヒーどんな味なのより、さっきのグラタンビーフシチューで熱々飲んで早く飲みたいです。では飲みます。小豆を使ったドリンクってどんなものなのかなって思ってたんですけど、これは予想以上ですね。本当にすごいです。ビーフシチューは大きな塊の牛肉が浮かんだ瞬間にふわっととろけていきましたね。旨味たっぷりでデミグラスソースの味もしっかり感じられてとっても美味しかったです。というわけでこちらの点数とさせていただきます。グラタンの方もしっかりとホワイトソースの濃厚さが口の中に広がっていって、マカロニやキノコの食エビの食感も良かったんですが、やっぱりビーフシチューのお肉の感覚でちょっとインパクトが下がっちゃったかなという部分がありますが、順番の問題ですね。まあそのあたりもあるんですが、こちらはこちらの点数とさせていただきます。両方ともアメリカでの海苔が結構強烈な主張をしてきましたね。なんかトッピングなんですけど、なんか出たがってるような、そして実際に出てきてるような、これ料理だからいいんですけど、劇とかだったら主役に迷惑をかけるようなサブキャラクターといった感じになってますね。で、バゲットもカリッとかした固めの食感で、トーストとはまた違った美味しさがあって、それも良かったですね。こちらもこちらのソースを塗っていただきます。バターとか塗ってみたいです。
小豆小町ですが、まず下の方に小豆が入ってるんですね、多分。そして上の方にそれぞれ違う飲み物が入っている、そういうドリンクですね。でストローで飲むともう別々になって、スプーンで飲むと、まあ、そう全部が混ざり合う、そんな感じ、そういう風なドリンクになっています。最初はコーヒーはちょっとスプーンで飲んだんですが、後に飲んだミルクと紅茶の味から考えると、自分としては全体を混ぜてから飲む方がおすすめですね。でそれを踏まえて見ていくと、コーヒーは割と苦めで小豆の甘さが引っ立っていましたね。コーヒーも苦さも小豆の甘さに引っ立てないので、お互いにすいらっしゃってる、そんな感じです。これも混ぜた方が良かったかなとちょっと後悔していますね。なのでこちらの点数とさせていただきます。自分がミスですよね。ミルクの方は全体的にまろやかな感じで、小豆の甘さは優しくて、そうですね、ミルクが良かったいましたね。宇治金時のかき氷に練乳があるで食べるような、そんなイメージかもしれません。まあ練乳とミルクはちょっと違いますが、というわけでこちらの点数とさせていただきます。最後に飲んだのはミルクティーの中に小豆が入っているようなイメージですね。ミルクティーの芳香な香りが口の中に入れた瞬間に香ってきて、その後氷だけでようにして小豆の甘さが来て、これも美味しかったです。ミルクティーと小豆、どちらも味わいたいようなぜひ飲んでいただきたいですね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。というわけで今回もとっても美味しかったです。やっぱりこの小豆小町、こういうドリンクもっと増えてほしいなって思いましたね。小豆が入っている本当嬉しいです。というわけで本日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。塩分でいい。